ここは海山本という駅です。もちろん、秘境駅じゃないんですけど、特急のなんか通過待ちをするっていうんで10分ほど待ちます。でもこれ秘境駅の匂いがしますね。海山本、これから、高尾に、行くんですけど、あそこの上の方になんかビルみたいなのが見えますね。建物が、これは秘境駅と言ってもどうなんでしょう。なんかいい感じの駅ですねこれね。この前の方に、喫煙所が、あるっていうんでタバコを吸う人が向こうの方に行ってますけど、雨が降ってます。傘を差しながらの撮影です。この反対側はなんかこういう感じですね。民家っていうのはこれはどうなんでしょう。あそこの陸橋になんか道があって車がなんか、たまに通ります。これは意外な駅ですね。見つけ物ですね。海大和、特急の通過待ちのため10分ほど停車。多分こっちのホーム、この線路に特急はこれ来るんじゃないでしょうかね。これね、これは意外ですね。次は、笹子です。右が勝沼ぶどう。ほっとっと、あー、あれか、あれ今特急が通り過ぎましたね。じゃあ間もなく発車ですかねこれ。じゃあ戻りましょうか。とりあえず止めます。